皆さんこんにちは。今日は天気のいいポートランドでした。ということで今日の午後は、オレゴンズーのズーライツに行ってきました。5時から8時の間の3時間だけ、オレゴン動物園の中の電飾を光らせてみんなが楽しめるんですね。しかしながらもう大渋滞、5時半ぐらいに行ってもパーキングを見つけるのはちょっと大変でした。そして、駐車場から、園内に入ろうとしてももうそこから並んでるんですね。そして帰りは7時半、8時までですけれど、高速道路からまだ入ろうとしている、人たちがたくさん並んでました。もうどうやって帰るのかなっていうような感じですね。しかしながら中は本当に綺麗なんですよ。たくさんたくさんの電飾があって、そして、中ではトレインに乗れるんですね。スチームトレインと、ディーゼルトレインに乗って、園内をぐるりと回りました。子供たちは大興奮でしたね。すごく綺麗でした。年末までやってるのでまた行ってみたいなっていうふうに思っております。それではまた明日。